おはようございます。ODML モーニングライブでございます。いつもお世話になります。アワデントアワでございます。今回で第11回、早いもんで11回目となります。今日東京におりまして、後ろの模型がこう見えるかと思うんですが、株式会社日清さん、カップヌードルを作って、もう何年目ですかね。創業62年目。62年をカップヌードルで暮らしているということは大嘘でして、しかも模型等々、歯科材料を作っていらっしゃる会社の方にお邪魔しております。今回ですね、本当は福田さん所長に出てほしかったんですが、逃げをかませられまして、新進気鋭の営業マン、新沼さんということで、ご登場いただきますので、どうか15分間最後まで、彼の、弁舌演説をよろしくお願いします。では交代いたします。どうぞ。皆さんおはようございます。私いつも大変お世話になっております、株式会社日清、東日本営業所の、新沼と申します。本日は、よろしくお願いいたします。本日は、アワデントの阿波社長の、ご好意もございまして、ODML、モーニングライブにて、先月、弊社の方で、発売に至りました、歯科実習用模型のP15FE、SRP の2という模型と、ちょっと聞いたことはあるかとは思うんですけども、ペーパークラフトタイプで、簡易的に、簡単に模型を作ることができる紙模型、いい口模型という、製品があるんですけども、この2製品を、本日、皆様の方にご案内したいと考えております。でまず初めになんですけれども、こちら、P15FE の SRP の2という模型に関しましては、この模型、は、日清のまず強みでもあります、いろいろな情報ですとか、ご要望、それを模型という形に、こちらになるんですけども、模型という形にするまず技術プラス、スケーリング、また、インプラントのメンテナンスに大変、著名な、加藤久子先生という方のご指導のもとにですね、こちらを共同開発しました模型になります。こちらにも出てるんですけれども、これは基本的には共同開発した模型になってまして、この加藤久子先生という方に関しましては、アメリカで歯科衛生士のまずライセンスを取得されておりまして、日々の臨床の最新のスキルを磨かれているまず先生になります。で、日々全国の歯科医院さん、また全国各地で実施されておりますセミナー等でご活躍されている先生です。で、この共同開発しました SRP の2という模型に関しましては、こちらの模型画像で出てるんですけども、この模型は基本的には大きなポイントもございまして、臨床上いろいろな口腔内の症例があるかと思うんですけども、それを一つのまず模型にした形の製品になっております。ですので日々スキルアップをまず目指して向上したいという歯科衛生士さんに関しましては、この模型に関しましてはもう必要な知識ですとか必要な技術、まずそれを習得できるのには本当に最適なまず模型となっております。でこちらはただ画像だけではなかなかお伝えしきれない、製品でもございますので、こちらですね、一応いろいろな症例がまず入っております。ですのでちょっと動画を流しながら、今回ご説明の方を、させていただきたいなと考えております。はい。で今から、動画の方を流させていただくんですけども、まず今回、まず一つ目にご紹介したい、ちょっと重複はしてしまうんですけども、 P15FE の SRP の2という、スケーリングとかインプラントのメンテナンスの実習用模型になっております。で、これは、先ほどとお話しさせていただいた通り、国内のいろいろなまず症例を想定しまして、各部位に関していろいろな、歯科または実習ができる製品になっています。でこちらに出てるんですけども、くさび状欠損ですとかエナメルパール、いろいろな症例がまず入っているのと、また、こちらには歯石なんかも付与されている部位もございますので、いろいろと、スケーリングの練習ですとか、
まあ、プロービングの練習なんかも、可能な、製品にまずなっております。これが、歯肉を外した、製品に、内容になっています。でいろいろと、まあ、学べることに関しましては、まあ、病変への、まあ、アプローチですとか、まあ、不正配列へのまずアプローチ、まあ、インプラント部での、メインテナンス、また、まあ、プロービングですとか、まあ、ルートプレーニング、この一つの模型で大体このような、実習を学ぶことがまずできます。でここから、いろいろな、部位の症例のご説明させていただきます。まず左上7番、まあ、エナメルパールという部位なんですが、まあ、別名エナメル真珠とも言われています。まあ、こちらに関しましては、まあ、いろいろと歯石に間違われやすい、症例にもなっておりまして、逆に衛生さんに関しましてはそれを認知するためにとても必要な、症例にもなりますので、まずこれを認知するということで、まずは活用ができる、模型にもなっております。またちょっと解剖学的分野にもなってしまうんですけども、こういった斜切痕というので、ちょっと亀裂が、痕の方まで斜めにちょっと入っていると、まあ、こういった症例も通常の臨床上にはある症例にもなりますので、まずこういった解剖学的分野の歯科なんかにも一応認識勉強することがまず可能です。で、まあ、この模型に関しましては、まあ、トイ状痕、こちらは右下7番に入っているんですけども、通常臼歯に関しては根分岐になっているんですけども、まずこれが、ちょっと原因があって、まず根が、ちょっとくっついちゃってる症例になります。まあ、こういったものもスケーリング、まあ、プロービングする際に、実際の臨床では、起こり得る、症例にもなりますので、まあ、そういったものも、実際に学べていただけると。でまずこの模型の一番のポイントは、今まで日誌になかった自主用模型なんですけども、インプラントが、こちら12番と、さらに45番に2部位、この模型に、付与されております。ですので、まあ、スケーリングプラスチックスケーラーを使った練習、また、歯科医さんの方で、超音波スケーラーを常備されているようであれば、そういった超音波スケーラーでの、練習なんかにも最適な、製品になっております。まあ、これは、日誌には言わなかったので、まずこの模型のまず大きな特徴の一つでもあるかなと思います。でまずはこちら、右上の6番7番、これに関してはエナメル突起というので、通常コンとエナメル部分というのが通常境目で分かれているんですけども、まあ、ちょっと症例によってはエナメル部分がちょっと突出してしまったという症例もありますので、まあ、そういった、分野ですとか、またシャベル型、深くへこんだ、部位にもなります。まあ、こういったものも様々な症例なんかで実際にございますので、まあ、そういったものもこの模型を使って実際に勉強することができると。またこちらのくさび状欠損も付与されておりまして、まあ、この原因というのが大体はブラッシングによって摩耗されているというのが原因で今まで考えられてたんですけども、まあ、光合力によって今はその説というのもありますので、そういった症例ですとか、また、垂直骨吸収、これはちょっと歯肉がかぶっているんですけども、まあ、実際、そこの、骨吸収というのが垂直になっている、まあ、そういった症例なんかにも、例えばプローブですとか、まあ、スケーリングをする際に、まあ、そういった症例も実際にこの模型を使って認識していただくと、まあ、その上で実際の臨床に役立てていただければなと、考えております。また、こちら創生、不正配列にもなっておりまして、まあ、こういった症例もありますので、実際のフロスの使い方ですとか、まあ、実際にこちら実習用ですけども、患者さんへの説明用模型としても、活用できる製品にもなっておりますので、ぜひともこちらご案内していただきたいなと考えております。で、まあ、実際、こちら模型紙の方に、歯石が、ついております。ですので、まずは、活用方法として、まあ、歯石探知を行った際に、まずはこれを実際に、歯石、まあ、この黒い部分になるんですけども、まあ、実際に削ることが、まず可能な製品になっております。ですので、まあ、これを実際に削っていただいて、まあ、実際は、まあ、こちら日清の方にも、オプションにて人工歯石というものがございますので、まあ、それを削った後にまた練習したいということであれば、そういった活用方法というのも可能になっております。まあ、実際これから、歯石を削るところの画像も流れてきますので、まあ、実際これが、スケーリングということで実際に削るところになります。まあ、ちょっと歯肉がかぶってるんで分かりにくいですけども、まあ、歯肉を外した状態、まあ、こちらですね、
まあ、実際に削って、本格的に臨床に近い状態での練習というのも、可能な、製品にまずなっております。でこちらが、先ほどの、まあ、インプラントの部位なんですけども、プラスチックスケーラーを使って、プロービングですね、プラスチックプロービングをしまして、またプラスチックスケーラーをしてスケーリング等の練習というのも可能になっています。まあ、今回の模型の重複しますけれども2V 入っておりますので、上下角と活用したければと。でこちら今、まあ、ポジショニングなんかも出ておりますけれども、まあ、こちらちょっと後ろの方にマネキンなんかも出てるんですけども、まあ、実際は模型だけでは、なかなか練習本当の臨床に近づけない、まあ、練習というのがちょっとできない状態もあるので、まあ、このマネキンという、まあ、製品を使って実際の練習、まあ、こちらに流れてるんですけども活用するっていうのも一つのご提案になるかなと思いますので、まあ、これは西の方にも常に準備している製品になっておりますので、まあ、こちらが今取り付けをして、まあ、先ほどご紹介しました模型を取り付けると、まあ、こういった関連の製品をぜひまあご提案するのも一つの手かなと、まあ、実際これは西の方でも本当に売れ筋のまず製品になってますので、まあ、この模型のみならずこのマネキンの活用方法というのはいろいろとございますので、まあ、ぜひともご活用していければと。ちょっと透明のマスクで、ちょっと怖がられる場合もあるんですけども、まあ、実際に本当に、患者さんに実際に、プロービングスケーリングをしているような形で練習が可能になってますので、まあ、こういった製品もございますので、ぜひ関連製品としてよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあ、こちらですね。で、まあ、ちょっと補足になるんですけども、まあ、実際この模型を使った、セミナーっていうのは実は加藤久子先生を講師に招きまして、実は昨年から、日清主催で、いろいろ全国各地で、実施させていただいております。で、まあ、ここ最近ではですね、まあ、7月末と、来月8月に、ここ今私が説明している東日本営業所の方で、まあ、定員はちょっと限られているんですけども、一応歯科衛生士さん向けの一応セミナーを実施しております。まあ、こちらは今7月8月という一応日程で実施させていただいているんですけども、まあ、今後本当好評いただいておりますので、まあ、近々もし全国各地で実施されるっていうことであれば、まあ、もちろんご案内の方もさせていただきますし、もし歯科医さんの方で、まあ、特にインプラントを注力している歯科医さんで、まあ、歯科医さんのメンテナンスをもうスキルアップを向上したいという方がいるようであれば、ぜひともご案内していただきたいなと思いますし、まあ、日清の方に、お問い合わせいただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。あと最後になんですけれども、まあ、先ほどちょっと加藤久子先生の本というのが、こちらございます。まあ、こちらに、実は日清の模型が先ほどご紹介した模型というのが、載っておりますので、まあ、こういった、加藤久子先生著書本と一緒に合わせて活用していただくのも一つの有効活用かなと思いますので、ぜひ、本プラス模型ということで、ご案内していただけるとぜひとも有効活用可能な、模型になっておりますのでよろしくお願いいたします。じゃあ次になんですけども、こちらペーパークラフトいい口模型、まあ、こちら簡単に、こちらもご紹介させていただきたいなと思います。皆さん多分一度はご覧になられたかなとは思うんですけども、実際これが、本製品になっております。これは一応セット内容に関しましては、こちらが、ワンセット30枚の商品構成になっておりまして、まあ、これは実際紙で、できております。でこれの、活用方法なんですけれども、まあ、実際はまあ、歯医者さん、まあ、歯科医さんの方で、まあ、小さいお子さん、まあ、特に小学生が頑張った治療のご褒美としてまずプレゼントしている歯科医さんもあるとお聞きしております。またこちらは実際に、先生から患者さんに、まあ、お子さんにお渡ししていただいた時に、実際にこれをマイ模型としてですね、ご自宅に持ち帰って実際に歯を こちらの模型を組み立ててですね、実際に、まあ、小さい頃から歯に対しての意識、まあ、そういったものを持っていただける製品にもなっております。で、こちらは、まあ、実際こういうすべて、切り込み口がまず入っておりまして、まあ、それに合わせてすべて
掘っていただくような形になります。で、まあ、実際切り込み口があるのでちょっと見にくいかなと思うんですけども、まあ、それをはめていくとですね、実際こういった形で製品が出来上がります。こういう形ですね。でこれは、模型が紙でできてますので、実際にマーカーとかで自分が虫歯があるところ、まあ、そこをチェックしていただいて、まあ、これから歯の磨き方の指導、逆にこれは親から子供への歯磨き指導というのもご自宅でも可能な内容になっておりますので、まあ、ご活用できる製品になっております。まあ、こちら大体私も初めてこの模型、まあ、紙模型を組み立てるのに大体初めて作って14分くらいかかったんですけども、まあ、慣れれば7分くらいでまず作れます。大体小学校中学年高学年に関しましては、まあ、大体1回作るのに15分くらいから、まあ、かかっても20分くらいあれば作れる範囲の製品にもなっておりますので、まあ、こちらのご案内ですね。本日 SRP の2という歯科衛生士さん向けの本格的な実習用模型と、こちら簡易的な模型ですね、2製品ご紹介させていただきましたけれども、まあ、こちらはどちらとも、まず大変好評いただいている製品になっております。ぜひともこちらをですね、ご興味ある先生方、衛生士さん、おられるようでしたら、ぜひともご案内の方をしていただければ、まあ、弊社としても大変嬉しく思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上、貴重なお時間、まずありがとうございました。真面目な説明ですみませんでした。お願いいたします。はい、はい、どうもお世話になりました。はい、違う。熱い語らいをありがとうございます。ちょっともう時間過ぎちゃったんで、本当はいろいろ私生活を聞きたかったんですけど、はい、まあこれぐらいにしといたいと思います。ですね、まあ日清さん、詳しくは日清さんのホームページ、www.nissindentalcojp、はい、かなをご覧いただければ、さらに詳しい情報が載っているということを細見さんの方から今、ツイッターがありましたので皆さん見てください。お時間過ぎましたんで次回でございます。次回は御徒町すぐ近所でございますが、佐藤資材株式会社の佐藤文明社長に、ご講演をいただく段取りになっております。欧州基準の院内感染予防法というタイトルで、もちろん佐藤資材さんがお取り扱いになっている商品も、含めましてですね、院内感染ということで、いかに僕らがご提案できるかという話をしていただきますので、ぜひご期待ください。このような形で、もう今日は本当中たっぷりでしたけど、いろいろまあ面白い時間帯になっていると思いますので、ぜひご活用いただければと思います。では今日はこれぐらいの感じで、終わっていきたいと思いますので、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。何か全国の皆さんにメッセージあれば。まあ、日清は意外と模型だけというイメージが強いんですけども、いろいろと、まあ、材料関係も扱っている製品です。まあ、教育分野にも、本当に力を入れている現状ございますので、ぜひともこれからも日清をよろしくお願いいたします。どうぞ、はい、ぜひ、今後とも日清にご来てください。よろしくお願いします。お願いします。ということで今回は、日清カップヌードルからお届けいたしました、はい、そうです、ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします、はい、では皆さんどうもまた来週ということで、さよなら。